毎週その国の魅力を現地のレポーターに語ってもらう番組、トゥルース・オブ・サーガ。本日のレポーターはトルコ人のデニス・スレイマンさん。トルコの魅力をたっぷり語ってもらいましょう。まず紹介してくれるのは、最近日本でも知られるようになったあの食べ物。日本ではお母さんにアイスは1日1個までって言われちゃうけど、トルコでは3食トルコアイスが出てくるんだ。例えば朝はマンゴー、昼はイチゴとマンゴー、夜はバニラとイチゴとマンゴーみたいにね。そんなに食べちゃってお腹壊さないんですかね。ここで今回取材に訪れた場所について少しご紹介しましょう。この建物はトルココーヒーや石鹸などトルコ文化を満喫できるとして、トルコの地元住民や観光客に人気のスポットです。床には大理石が使われており、オスマントルコ時代に建てられたらしいのですが、真相は闇の中です。おや、デニスさん、何かを見つけたようです。これね、私大好きなんですよ、水タバコ。水タバコなんて日本では見かけませんよね。水タバコの最大の特徴は、ろ過のために水を通して煙を吸うことで、1回の吸引量は市販のタバコ10箱分にもなるそうです。トルコ人みんなこれ大好きだからね。携帯型水タバコなんてものもあるんだ。僕らは特別な訓練を受けてるから、たったの2秒で吸い終わるんだ。見てて。あの人まだ吸ってるよ。トルコには魅力的なものがたくさんあるけど、やっぱり一番はトルコ人のお茶目な人柄だね。いやー、日本にはないエキゾチックさを味わうことができましたね。デニスさん、ありがとうございました。ぜひ来てくださいね。トルコ館は道の駅サガエの敷地内にあります。サガエの小トルコを味わえると思いますよ。サガエ市とサクランボの原産地トルコのギレスン市は姉妹都市の関係で結ばれています。